これはまだ私が生まれるだいぶ前の話です。私の祖父の祖父が砂漠だったここに庭園を作ろうとした時のお話です。もともとは砂漠だったここを今の庭園のようにするつもりはなかったそうです。行くあてもなく様々なところを渡り歩くただの冒険家だったらしいですから。ある日冒険をしていた頃、砂漠だったこの場所に到着しました。その時はすでに夜だったので野営の準備をしていたそうです。そしてその砂漠にはある青年がいたそうです。金色の髪がとても美しい方だったそうです。夜空に浮かぶ星々はとても美しいと思わんかね。そうですね。それにしてもなぜこんなところに一人でいるのかね。砂漠の夜は寒いぞ。待っているんです。何を？待つのもいいが、ここにいたら寒さで風邪をひいてしまうぞ。あそこに私のテントがある。少し休んだらどうかね。いえ、大丈夫です。青年は服装も言葉もその当時の人たちとは少し異なっていて、どこか神秘的な雰囲気を漂わせていたそうです。よろしくお願いします。誇りですね。我に触れるな。誇りですね。強い。戦いはやったらワクワクするな。交渉を感じさせられるっていうかな。その青年に興味を惹かれたので、いくつか話しかけたそうですが、特に答えてくれることはなかったらしいです。そんな時、突然夜空を包み込むように、おかしな光が差し込んできたそうです。なんだこれは、空が…これは、まさか…突然夜空に差し込んできたその光は、美しすぎるオーロラだったと。その時美しい光景に感動していたそうなんですが、青年の反応はおかしかったようで。そんなはずはない。ローウェンが戻ってきたとでも言うのか。突然叫んでどうしたんじゃ。何かあったのかね。これは転生したのか。いや、何か妙だ。本来こういう形では。おい、何を言っておる。大丈夫なのか。俺の待ち人が、愛する人がやっと戻ってきたようなんです。あの愛しい人を探しに行かないと。そうしなければいけない。ああ、そうか。
そうだったのか。俺はそのために数万年を。青年はよくわからない言葉で独り言を発しながらふらふらと歩いていき、そのまま消えたそうです。そう簡単には倒れませんよ。
強い気彼以上になく侘しい存在。高祖父はその青年と多くの話を交わしたわけではないのですが、その時の出来事がとても印象に残ったそうです。その後高祖父は冒険をやめ、青年と出会った静かな砂漠で花を育て始めたのです。なぜその場所で花を育て始めたかと理由を聞いた時、一人の女性を待ち続けた神秘的な青年と、その時のオーロラのような美しい光景をその砂漠に留めておきたかったと。結果として今ではこのような可愛くて美しい庭園に成長しました。まあ素敵なお話。砂漠をこんなにも素晴らしい場所に生まれ変わらせるなんて立派ね。なんだそのおとぎ話のようなのは。そんなもん作り話に決まってんだろ。ありえねえって。シンクレア、いい加減に。わかったよ。私自身も信じられない話ですから、無理もありません。事実その後もそのようなオーロラが現れることは一度もなかったですし。でもこれはすごいことね。砂漠をこんな花が育つ場所にするなんて、並大抵の努力じゃ無理なことよ。途方もない年月が必要だったでしょうね。私もそう思います。どれだけ大変だったことか。この庭園は祖父から私へと受け継がれてきた大切な場所。私も生涯をかけてこの庭園を守っていこうと思ってます。私も努力すれば不可能を可能にすることができるかな。ええ、努力すればきっと叶うはずです。アンタルスの名にかけて。
よろしくお願いします。休める場所を提供してくれてる人になんていう言い草なの。いくら美しいだの立派だの綺麗事を並べたところで戦争が始まれば全部消えてなくなるもんだ。あんな話に感動だの言ったところで何になる。戦争になればお互い敵同士なんだぞ。殺さなければならない立場なんだから仲良くなるだけ無駄ってもんさ。あんな話で情が芽生えてみろ。敵を敵として認識することが難しくなるって言ってんのさ。それならまだ嘘をついてるとでも思った方が気が楽って話さ。シンクレアの言うこともわかるが、俺たちは今ここに戦争しに来たわけじゃない。確かに敵国の人だけれど、俺たちを受け入れてくれた人だから礼儀は守らないといけない。それにもし戦争が起きてしまっても民間人は保護する義務がある。そのために俺たちのような騎士がいるんじゃないか。暗黒街の闘技場と戦争は違うんだ。正直俺にはその二つがどう違うのか分かんねえな。同じ戦いだろうがよ。そうか。では必要なら分かるまで何時間でもその違いについて説明してあげるけど、いいかな？くそ。分かったから勘弁してくれ。